Getting Over It With Bennett f o d y は、ベネットフォディが開発、発表したコンピュータゲームである。本作は、ディオゲネスという一言も喋らず、下半身が何らかの水が詰まった釜にはまった男性を操作し、登山用ハンマーを振るって、物に引っ掛けたり、地面などに振り下ろして、持ち上げたりジャンプしながら山を登っていくコンピュータゲームである。プレイヤーはマウス、または タッチパッドを使って男性の上半身を動かし、ハンマーをどこかに引っ掛けながら急な賛同を進んでいく。ハンマーの力加減はマウスを動かす回数と速度に左右されており、マウスの感度を低く設定した場合は大きく動かす。必要がある一方、マウスの感度を高く設定しすぎるとと少しマウスを動かしただけでもハンマーが大きく動いてしまう。コントローラーでも遊べるが、 ジョイスティックの精度の都合上、さらに難易度が上がる。また、iOS 版は、画面フリックでハンマーを操作することができる。プレイ中、ホディ本人の声で、哲学的な話題のナレーションが入り、特にプレイヤーが失敗した時は、失望や忍耐に関する名言が引用される。ゲームが進むにつれて難易度は上昇する。チェックポイントがないため、一度落ちると、場合によっては、 最初からやり直すはめになる。頂上に登るとゲーム終了となり、現在ゲームプレイを録画しているか否かを問うメッセージが表示される。録画していないことを確認して進むと、登場者のみが見られるコンテンツにアクセスすることができる。クワピの作者として知られるベネット・フォディは、子供の頃から難しいゲームについて興味を抱いていた。 4D がオーストラリアに住んでいた1980年代から90年代の間は Z セットイリーなどの国外から輸入されたゲームしか遊べなかった。これらのゲームの多くはセーブシステムが不十分だったためキャラクターが死亡した場合は最初からやり直す必要があった。1990年代アメリカ及び日本製のゲームはセーブシステムやチェックポイントを導入するようになり キャラクターが途中で死亡しても最初からやり直す必要がなくなった。4D はセーブシステム等の導入についてある時点まで送り戻しが少しずつ減っていく要素は今やこのブティックのものになってしまった。ある世代の人はその感覚を持っているし全ての人にそれが当てはまるだろう。しかしこのようなシステムは正党から外れたものであるとギャモストラとのインタビュー述べている。 その後、フォディバ、ダークソウルズシリーズといった、高難易度ゲームの再来を目の当たりにした。さらに2017年8月に発売されたヘルブレイドセヌは S サクリファイスというセーブシステムがあるゲームにおいても、プレイヤーが何度も死亡した場合は、セーブデータを消去されるシステムが導入されたことで、他のプレイヤーが挑戦しやすくなり、あえて難しいゲームデザインにすることで新たな興味を、 引き寄せることが証明された。フォディは強い支持を受けているデザインの正当性の誤りが証明された時に新たなる道が開けるため、とてつもなく興奮させられますと述べ、本作もまた新しいゲーム開発への道を開ける作品だと考えている。そして、フォディは2002年にチェコのゲームデザイナージャズオが発表したセクシーハイキングにインスピレーションを受け、 ある種の人を痛めつけるために本作を開発した。題名に自らの名を冠した理由について、ホディは作り手である自分を人間として感じてほしいと、同時にプレイヤーのことを人間として感じたいという思いがあったと2019年に行われたゲームデベロッパーズコンファレンスの中で述べている。前述の意図もあり、本作はホディが直接プレイヤーに語りかける内容に仕上げられた。 最初、フォディは開発した時の気持ちを話していたが、次第にプレイヤーに向かって語りかける形に変化し、終盤ではプレイヤーに対する謝意も語られた。また、当初のクリア報酬は、フォディ自身がウェブカメラを通じて、プレイヤーに話しかけるということが予定されていたが、それでは出過ぎているというため、別の形に改められた。フォディは、ハンブルバンドルとパートナー契約を結び、 2017年10月6日にその月のハンブルマンスリーの一環として本作を発表した。2017年12月6日、本作はホディの手によってスティームでの配信が行われたと同時に iOS 版も配信された。本作はハンブルマンスリーで配信された時点から反響を集め、2017年12月6日の時点で ハンブルマンスリー版は270万人以上のプレイヤーがプレイした。動画投稿サイトには本作のプレイに苦戦するユーザーの動画が多数投稿された。2017年12月22日時点のスティーム版のレビューには悪意の塊、人にプレゼントして相手の発狂っぷりを楽しむゲームといった言葉が並んだと同時に全体的な評価は非常に良好とされた。 また、その難易度の高さから、PC ゲーマーのオースティンウッドをはじめとする、批評家たちの支持も集めた。ロック、ペーパー、ショットガンは2017年のベスト PC ゲームの一つとして、本作を挙げたほか、ゲームスポットは2017年に発売されたゲームの中で一番きっかいなものになるだろうと評した。本作は日本でも反響を呼んでおり、日本のゲーム実況者の間では、 ツボと呼ばれているかイグンは本作の主人公をツボおじさんと呼び、ファミツーは本作をツボ男芸と紹介した。ネトラボのリツコカワイは操作説明もなく始まり失敗を重ねながらも前に進み続ける様子が人生のようだと述べ、本作の本質を不可能と思える苦難を乗り越える喜びとした。4gamer.net の神社は、 クリア不可能ではないものの操作性が難しい上に、道のりが理不尽なまでに険しいため、かなり人を選びそうなゲームとしつつも、ただのクソゲーではなく、不思議とやめられない魅力があると評した。電撃オンラインの豊臣和隆は、本作には小さい針の穴に糸を通すような、もどかしさがあるとしつつも、本作の操作性がセクシーハイキングへの敬愛によるものであり、 自己都合によるルールのねじ曲げではなく明確なルールと物理法則に基づいている分非常に真面目に作られたゲームであると感じたと述べている。また、豊臣は主人公のシュールで奇怪な姿からインスタ映えならぬ配信映えすると評価している。日本の漫画ゲーミングお嬢様にて本作に告示したゲームバイオジが登場しておりライターの福山浩二はデン ファミニコゲーマーに寄せた記事の中で、全略この凶悪な難易度からゲームにおける成長への渇望、成功体験を小流院高子が解く内容となっており、図らずも、つぼうと e スポーツに共通点があることに気づかされる内容となっている。と指摘している。インディペンデントゲームズフェスティバルにてトロフィーを手にするフォディ、ありがとうございます。